その相談相手が、まあ、自分の親であったり、お友達であったり、あと兄弟であったりっていう、相談するときの注意点っていうのが、やっぱりありますので。皆さん、こんにちは。旦那様の不倫を解決する専門家、不倫解決カウンセラーの川村です。今日はですね、旦那様の不倫が分かった、分かりましたって言った時に、相談する相手を、まあ、相手の注意点というのをね、お伝えしようかなと思って、この動画を作ってます。で、私たち女性ってね、旦那さんの不倫が分かった、怪しい、なんか最近帰りが遅いとか思った時に、まあ、大体の方が人に相談するんですね。その相談相手が、まあ、自分の親であったり、お友達であったり、あと兄弟であったりっていう、このまあ3パターンが一番多いかな。で、この3パターンの人たちに注意し、あの相談するときの注意点っていうのがやっぱりありますので、今日はそれをね、皆さんにお伝えしたいなと思って動画を作ってます。まず1つ目、自分の友達。その人がとても幸せな人だったらいいんですよ。なぜかというと、幸せな人は幸せなエネルギーで溢れているわけだから、あなたがいろんな不安なことを言ったにしても、多分、そっか、そんなことがあったのね、辛いよね。でも、旦那様も多分こういうふうな気持ちじゃなかったのかな、とか言って、両方の立場に立って考えてくれるっていうのが多いのが、心が幸せな人。だから心が幸せっていうのは、やっぱり自分だけが被害者っていうふうには考えない傾向にあるんですね。私も悪いけど悪かった。でも旦那様も悪かったけども私も悪かったっていうふうに、お互いの立場を考えてくれる人が多いです。その人がとても幸せな人だったらいいんだけども、その人がもしあなたと同じ境遇にあったりとかするんだったら、その人にはなるべく相談はしない方がいいです。なぜかというと、やっぱりその人とね、あなたが同じ今、悩みで同じ状況だったらいいんだけど、例えばあなたがちょっと旦那さんと仲が良くなりましたって言った時に、この人がまだそういう状況だったら、あ、そうなの、よかったね、とは言わない方が多いんですね。それってもさ、本当大丈夫なのって、もしかしたら騙されてるんじゃないとか、もうちょっと様子見てみたらとかって言う方が、まあ、います。すると、あなたもやっぱり旦那さんといいようになっていきつつあるんだけども、この人がずっと大丈夫？大丈夫？っていうか、どんどん不安になっててしまうんですね。そうすると、まあ、旦那さんのことを疑ってなかったのに疑ってしまったりとかすることがね、多々あるので、やっぱり相談相手というのは、心が今幸せな人、まあ、もしくは、その環境が幸せそうな人になるべく相談するようにしましょう。で、あと親なんだけども、親も同じ。親はね、やっぱり自分の可愛い子供が、そういうこうね、旦那さんに不倫されてるとか、辛い時っていうのは、やっぱりその子供を守りたいって思うのが親の心なんですね。となると、まあ、あなたの相談に乗ってくれる親だったらまだいいんですよ。あ、そうって、でもこういう考え方もあるんじゃない？みたいな感じでね。お母さんもそういうことあったわ、みたいな感じで聞いてくれる親だったらこれ丸なんだけど、例えば、その向こうの親に電話して、あんたんとこの息子はこんなことやってるんだっていうことを言ったにしますよね。すると向こうの親も、ああ、それは申し訳ありませんでした。私の方からも注意しときますので、って言った親はまだマシ。だけども、そうやって言わない親も最近増えてます。両家がガチャガチャに戦ってしまって、この結婚をしている2人の気持ちがもう置き去りになって、もう離婚問題に発展するっていうこともあるんですよ。だから、親に相談するときも、ちょっと注意が必要ですね。で、どうやってその相談したらいいかっていうと、今私は今頑張ってるから、向こうの親に連絡したり、うちの旦那さんに文句言ったりとかしないでねって、ちょっと私を信じててって
そういうことを言葉を添えて親に相談するんだったら丸です。どうしても親は自分の子供の味方になりたいので、それは向こうのご両親も同じだから、そういう心理を考えて親に相談しましょうね。で、あと自分の兄弟も同じ。やっぱり自分のお姉ちゃんとかお兄ちゃんがそういう状態にあると、その兄弟が親に相談するんですよ。親に相談すると、親がまたこうね、上の方でぐちゃぐちゃってなってしまうことが多いので、不倫問題は何回もいつも言いますけど、心の問題だから、いろんな 1% の可能性を足して、少しずつまずあなたの心を取り戻していって、そして旦那様の心を取り戻していって、また幸せな家庭を築き上げないといけません。だから 1% の可能性をアップするためにも、相談相手というのを選んでいきましょうね。今日は旦那さんの不倫を、相談する相手を気をつけましょうねっていう、動画を作りました。もしこの動画がいいなと思ったら、いいねボタンをプリ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 と押してください。それではありがとうございました。